この世界のどこかにあるかもしれない小さな町に、ずんだもんちゃんという女の子がいました。ずんだもんちゃんは生まれつき障害があり、枝豆のような頭をしていました。ある日、事件が起こります。酔っ払ったお父さんが間違えて、ずんだもんちゃんを食べてしまったのです。ずんだもんちゃんは、お父さんの体内でしょうか、吸収され、その残りカスが、うんちとして排泄されました。 うんちをかき集めることで、なんとか一命は取り留めたものの、それ以来、ずんだもんちゃんのことを、みんな、本名ではなく、うんちもん、と呼ぶようになりました。うんちもんちゃんは、とても臭いです。まるでうんちのような匂いがします。いくらお風呂に入っても、消臭剤を使っても、匂いはなくなりません。そして、うんちもんちゃんには虫が湧いています。 どんなに頑張って退治しても、再現なく、無事やハエが湧いてきます。こんな体質ですから、うんちもんちゃんは、みんなから、うんちのように嫌われていました。家族でさえも、うんちもんちゃんとは距離を取り、煙たがっていました。うんちもんちゃんは孤独でした。生きていても、楽しいことが何もありません。暗闇の中で、毎日、苦しい、苦しいと、 涙を流していました。そんなうんちもんちゃんに、運命的な出会いが訪れます。アダルトビデオです。年頃になり、なんとなくそういうものがあることは知っていました。しかし、実際に見るアダルトビデオは、想像の何倍も衝撃的でした。世界にはこんなにも素晴らしいものがあったのか、脳天に雷が落ちたようでした。うんちもんちゃんは、そのエロさ、 女優さんの美しさにすっかり心を奪われたのでした。それ以来、うんちもんちゃんは時間さえあればアダるとビデオを視聴し、血が吹き出すまでオナニーをしました。そして、三年生になった春、二度目の大きな出会いが訪れます。新任のメタン先生です。メタン先生はうんちもんちゃんを差別したり、下げすんだりしませんでした。他の生徒と同じように、 分け隔てなく接してくれたのです。レターン先生はどうして僕とお話ししてくれるのだ他の先生は僕が近づくと臭いって言って嫌な顔をして逃げるのだ。レターン先生は僕のことが臭くないのだ。教師が生徒とお話しするのは当たり前じゃないかしらそりゃ、多少個性的な匂いはするけど。 先生はそんなことで生徒を遠ざけたりしませんよ。ずんだもんちゃん。臭いとか不潔だとか、そんなことは人間の本質的な価値とは関係がありません。あなたは人の痛みのわかる優しい心を持っているじゃないの。もっと自分の価値に気づいて自分のことを好きになってあげてね。エターン先生。うんちもんちゃんは メタン先生のことが大好きになりました。そして、今まで誰にも言えなかった、将来の夢について、メタン先生にだけ話すことにしました。セクシー女優になりたいのだ。僕、学校を卒業したら、東京に行って、セクシー女優になりたいと思ってるのだ。素敵な夢じゃない。すごいわ、すごいわ。 あなたならきっとなれる。先生、全力で応援するわ。エターン先生。うわーん。うわーん。あら、どうして泣くのよしよし。エターン先生。エターン先生。嬉しいのだ。うんちなんかには無理だって、馬鹿にされるかもしれないと思って、ずっと隠してきたのだ。 でも、でも、僕はアダルトビデオが好きなのだ。オナニーが好きなのだ。セクシー女優さんが好きなのだ。だからセクシー女優になりたいのだ。ズンダモンちゃん、話してくれてありがとう。あなたの熱い思いは伝わりました。そして感動しました。今のこの暑さ、目の輝きを決して忘れないでね。 ハートがあれば、叶わない夢なんてこの世にはありません。先生はあなたを信じています。エタン先生、大好きなのだ。こうしてメタン先生は、反対する保護者や、他の先生を説得して回り、うんちもんちゃんの進路希望を後押ししてくれました。そしてうんちもんちゃんは、卒業後、単身で上京しました。うんちもんちゃんの夢が、 本当に叶うかどうかは、まだわかりません。しかし、うんちもんちゃんの若い瞳は、周りの誰よりもすんで、キラキラに輝いていました。おしまい。